デフレクトしてゴールに吸い込まれました。先制名古屋グランパス。ミドルを放ったのはこの吉田。今日のホイッスル。ドットコーナーを使ってきました。さあ、ドゥドゥエのところは吉田。まあ、しかしマッチです。阿部からドゥドゥエ。ノアコ吉田。ノア対応する。赤を入れて対応。も強いですね。でもここの前のねファーストタッチでねズズがこう吉田のインサイド取るね取るのね、はい、ちょっとまで持ってきたんですけどね。ここは中に飛び込んでくる選手はいませんでした。チアゴアベス、吉田がついている。あっとここもまた少しヒールパス、小林が動き出す。その小林に合わせた。後ろからはさらに田中碧も来てましたが、吉田いいクロスでしたし、クリアそのまま打っていきますが、吉田さあチャンスになるか。中に入ってくるグランダのゴール、シュート決まった。前田先制は名古屋グランパス。前田直樹今シーズンゴールです。いやそして相馬、本当にこうやって相馬の、まあ、仕掛けさせようというような意図をしたパスになっていますが、そして吉田も上がる。吉田豊中、阿部が呼んでいますが、金崎ムーダ、今もいい形でサイドを破っていきました名古屋です。そうですね、まあ、吉田選手のボール低く、サイドを見ていた吉田が上がってきた。吉田クロスを入れる。サーブこぼれたところ宮原押し込んだ。先制名古屋グランパスです。大外入っ、さあ吉田いい球だ。ゴールです。同点1対1。最後はどの足に当たったか。追いつきました。粘るサガン鳥栖。ちょっとこうなんでしょう、アーリー気味のクロスを、はい、あれがね、幕線でゴール。そして77分、今度は吉田のクロスにジョー。吉田がクロスに上げていく瞬間にスピードアップして、しっかり自分マテウスが前へ長い距離走っています。そのマテウス、高尾がついている。マテウスなんとか出した、なんとか外へ出しました。マテウスの決定的なシーン。高尾、吉田クロスいくか。クロスボールを入れてきた。胸で落とした。金崎、おまた金崎取った。シュートを打つか。吉田運んでいってマイナスのボール、そして前田だ。3点目が入りました。名古屋グランパス行きましたね。今のシーン、ここですよね。吉田選手が起点となって、まあ、泉選手からのね背後のスルーパスですけど、しっかりでした。吉田がここでパスカット。さあ前を向いた吉田がクロス上げる。金崎のヘディング。一方名古屋84分、吉田豊の折り返しにジョー。泉、中にマテウスも入っていますが、クロスを上げてきた。マテウスのヘッド。マテウス、そして吉田、もう一本マテウス細かくつなげます。そして金崎、金崎がキープ、吉田がシュート。先制したのは名古屋グランパス。30分を超えたところです。23番目吉田。
吉田のシュートが決まった鳥栖4試合ぶりのゴールです。長かったこの歓喜の瞬間、ベルのキックはニアへ跳ね返しました。谷口遠目から吉田のシュート来た、リフレクトしてゴールに吸い込まれました。先制名古屋グランパス。ミドルを放ったのはこの吉田。太田から相馬、相馬が入れたボール、流れた、シュート、見事なゴール。吉田、目の覚めるような弾丸シュート決まって0対1グランパス。これは見事でした。強烈なシュートがネットを揺らしました。流れてきたところ少し、そうですね、切るように下に叩きつけるように足を